と見つけましたよ。生きてたんだ。よくあの雪山から脱出できたの。まったく、皆さんに一言言ってやるまでは死んでも死にきれませんからね。あの場合仕方がなかったんだよ。飛行艇の修理は10チャンしかできないし、クマだって食ってまずそうな相手ならきっと手を出さないだろって踏んだわけ。そんな深い考えなかったでしょう。みんなわーって逃げちゃったじゃない。全力疾走で振り向くもせずわーって。そうだった、そうだった。まあ、気にしちゃダメ、生きてたんだから。どうよ、また楽しくやりましょう。ひどい、なんて人たちだ。